エネルギーナビゲーター、大畑春美がお送りする、星を見つれずれ草115。今日は新月と満月のメッセージ、2019年1月20日か21日、獅子座0度51分満月、皆既月食のメッセージをお届けします。はい、皆さんこんにちは、大畑春美です。実は先ほど、えー、動画を作ってですね、 アップロードして皆さんに提供したんですけど何か不具合があって音声が入ってなかったんですで今急遽作り直しています、えー、ごめんなさいね、えー、なんかはっくりですよねもう汗開けちゃいました今今8時14分ですけど徹夜作業になっちゃいましたねえー、っと皆さんいかがお過ごしですか、えー、ついこの間ねあの日食だと思ったらもう月食のあの動画入 日食の直後にマーディス先生と無料の,あのウェブナーで今度のジャパンプロ,グあのプロジェクトのお話をしています、えー、受付も開始してますのでよろしかったらぜひ皆さんあの参加してくださいねあの,もうあのウェブナーでしっかりお伝えしているのであのもう今から付け足す必要はないと思うんですけれども、えー、この すごく大事な時のとても大切なあの本当に滅多にないあのチャンスです。あの先生に直接、えー、こうやって講義を受けることができるチャンスは次いつ来るか分かりませんしこの進化の意識の進化のレベルとこの出生図の月の濃度の解読法はもう本当にあの進化先生学の スコンシャスアストロジーの一番基礎の肝になるところですから、えー、ぜひぜひあの万難を排してですね来ていただけたらと思います。えー、もう一度繰り,、ま、繰り返しますけど秋葉原の駅前の会議室を取ってますよ。ね、で、えー、参加費特別価格でこの価格に抑えてますけれども、えー、ウェブナーの登録してくださった方は特別割引を 価格でで参加できますコンシャステンサ・アストロージーの受講生の皆さんには、えー、優待価格での、えー、申し込みのリンクをお送りしているはずですから、そちらからお申し込みくださいね。まだ、えー、このウェブナーの登録を忘れちゃった方は、ですねコンシャステンサ・アストロージーを受講してくださりますと、えー、この優待価格であのこちらのワークショップも参加できますので、えー、お考えになっていらっしゃる方は、ぜひこちらも一緒に、えー、ゲットしてくださいはい。 えっとえー、それでは早速、えー、満月のお話をしていきたいんですけれども、あのー、この満月はねやっぱりねすごいパワフルなんですよあの獅、ー、子座のゼロ度ですよね、えー、ちょうど伊手座に入った時ですから、えー、11月12月1月とですね、えー、これでゼロ度。 で、えー、起こる、えー、満月は3回目ですけれども、あと来月3月まであ、5回続けて0度で起こって、4月に入ると、えー、29度に変わってくるんですけど、0度も29度も、えー、何度も言いますけど、クリティカルディグリですね。ですから、そういう意味でもあの、この満月のタイミング、すごく大事なんですけど、この満月はこの5回続く0度の真ん中の3回目、そして、 ただの満月でではななくて月月食なんですね、えー、月の濃度とこの月と太陽が本当に地球と一直線並んできた時にねアライメントが取れた時に食、えー、が起こりますけれども、えー、この皆既月食ただの皆既月食ではなくてですね、えー、去年の1月の30日頃にやっぱり 獅子、えー、座で皆既、えー、月食がありましたけれども、あの時と同じでですね、スーパームーンなんですね。あのスーパームーンというのは、えー、地球に一番近づいているえー、時の、えー、月です。月の軌道もまん丸ではないので,であの、前にもこれでご説明していると思うんですけど、大きさは15%ぐらい普通あの、一番小さいのに比べると大きいんですね。そして明るさは30 明るいんです本当に明るかったですよ、去年のジョシュア・トゥリーで皆既、えー、月食を見に行きましたけどね。で、その時の、えー、と写真がこれですね、えー。これがジョシュア・トゥリーと言われている木なんですけれども、砂漠の。で、皆既月食の時はですね、あのスーパーモンでもってですね、月食の時は日食と違って、えー、この月が全く見えなくなるわけじゃないんですね。地球の影に隠れるものですから、 月の明るさが遮断されるんですけれども、月はそこにいますのであの、赤く染まったように見えるんですね。ですから、この月のことをブラッドムーンとも言います。血のように赤くなるので、本当にね、面白かったです。で、あの日食と違ってですね、月食は、皆既月食の場合は、えー、赤くなってしばらくずっとこの状態が続きます。1時間ちょっと続くんですけど、あのその時その時にもよりますけど。 皆既月食の場合なんかは、まあ、さ何分かするとすぐもう月食あのあごめんなさい日食がね影が出てきますけれどもあの本当に月食というのはやっぱりちょっとあの日食とはまた違ったですねおもい、えー、サイクルなんですけれども、えーまあ、去年の、えー、もう一つこういうサイクルね他のところからご紹介した写真を今ご紹介しています。 はいえー、っと時間はですね、えー、アメリカの PST、えー、ロサンゼルスのえー、西海岸の時間ですとえ一、ー、月二十日二十一時十五分ですからえー、アメリカの皆さんはえー、みんなあの月食が見れると思いますイーストコーストでも真夜中になっちゃいますけど見えますねえー、日本の皆さんは一月二十一日なんですけどお昼の二時十五分ですからあちょっと 今回の皆既月食、日本からは観察できないですね。でも日食は見れたでしょこっちは日食見れませんでしたからね。はい、で、えー、場所はですね、えー、太陽が水亀座の0度51分で、えー、月は獅子座の0度51分なんですけれども、あのー、本当にこの月食は、えー、大きなあのポイントになっていきます。先にですね、アストロノメロロジーの方か今日は行きたいと思うんですけど、あのー えっと、今年は2019年は12の年でしたね。でこの間からあのもう日食のところで申し上げてますけど12は1たす2で3になりますから非常にやっぱり自己表現をしてですね動きが大きくなってくる何かを作り出していくエネルギーがこの1年のエネルギーです。ただ3になる数というのは21とかまだいろいろあるんですけれどもあの 21か12ですよね、えー、だけどあの21と違って12の場合は、えー、ハングドマンになりますからやっぱりこれはですねあのちょっとですね違った視点から物を見ていくそしてタイミングを見るということが大事ですね。何かいろんなものが動いてきて行動を起こしていくんですけれどもやっぱりあのいつものやり方ではなくてちょっと思ったようにですね動けないでこう縛られてる感じ。 えがすするるよううなこととも多々あると思うんですけどその時はやはりそこで何か気づきなさいという視点が来てますからそ,れをそういう視点を見ていくことが大事です。海洋星がこれだけ強いエネルギーで木星とずっとスクエアを何度も取っていきますからあの自分がこう,こうやりたいよし何かやるぞと思ってですねウィッシュウォッシュっていうことで言うんですけど自分の,その自我が思いっきりやりたいやりたいだけで。 基本的な足元を見ないでやろうとすると、海王星があ,あ,あなたが本当に行きたいのはそっちなの、まだあなた基礎ができてないでしょうとか、そっちじゃなくてこっちなんじゃないの、あなた肩にはめてるだけじゃないなという形でですね、えー、そういったものをこうすぐにはかた溶かしてですね、なかなか形にしてくれないようなことがあります。そうすると、ついついですね、私たちはあのウィッシュウォッシューなんでプッシュするんですよね。であの もしくはそれでもやっても宇宙を信頼してあのあのまだ基盤ができてないのにわっと走ってしまってそれで、えー、物事がいかないとかっていうふうに嘆いてしまうこともありますタイミングを逃してねだからあのよくですねその辺見返ることが大事ですよ。ね、とても大切な大きく変容していける時なんですけれどもやっぱりきちっと足元を見て自分の真実って に自分の魂の声に沿ってないときは、可用性がどんどん溶かしていきますから、そこら辺がちょっと難しいところですかね。でも、それはあの今回のこれから満月図を見るのも、見れても本当にそう思いますし、えー、オラクルカードもあの引いてるんですけれども、えーで、オラクルカードの動画ももう作ってるんですが、動画も途中で一、ね、回ねあの、えー、なんか変なところ触っちゃったみたいでビデオが切れちゃって、もう一回撮り直すの大変なので、今回は。 えー、2部作になってます前半20分ぐらいで後半またもう1本あの別々にそれを一緒に編集してとかいう時間がないのでえー、後で配信しますけれどもで、あのー、もしかしたらそのオラクルを先に配信になっちゃうかもしれませんねあのこっち今撮り直してますからねあ本当にもうただでさえ忙しいのにって泣きたくなりましたけどしょうがないですね、あのーえー、そういうこともあるでしょう、えー、なんかねあのー オラクルカードでも二度取りになったってことは、あのやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないんでしょうね。あの、確かね、えー、っと、何だったかな今、えー、っと、何か重なってましたよね。あ太陽と海王星、あの、冥王星重なってたんですけど、今、太陽一度先に進みましたね。昨日はそうでしたけど。あの、うーんなるほどね。 はい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 。えっ、ー、と、月が今、魚座の22度なんですけど、私の月とスクエアですね。まあ、まあ、そういうこともありますね。はい。で、えー、ちょっとそれは置いておいて。今月なんですけど、えー、1月の,あのお正月でもお見せしましたけど、12に1を足すと13になるんですね。で、これが、あの、ですのカードなんですね。だからやっぱり、この、今月はですね、 何か一つのものを終わらせて、そして新しいものを巻いていく、終わりの始まり、それがすごく強調されているエネルギーだと思います。あのー、13は1、そして3がエクスプレッションで、そして4になっていきますね。4はエンペラーですけれども、4というのは、あのー、ホロスコープで言うと、ちょうどダイアンハウスカニザのエネルギーですよね。だからやっぱりカニザというのは、 しっかりと自分の立ち位置を決めてですね自分のセキュリティをここは私の何て言うんですかねあの、えー、と所属する家族家自分の一番プライベートなところの基盤ですよね自分の基盤を作っていくそんなエネルギーじゃないですかだからやはり何か本当に根本的なところで、えー、自分のこのセキュリティみたいなものの今までこう こだわってきた恐れに向き合いながら、あえてその恐れをしっかり受け取りながら、でも、もうちょっと自分を成長させていくために、そこをぐーっとですね、恐れに抗いながらですね、えー、自分をその先に行こうとすることがとても大切な1か月だと思うんですよ。特にこの日月食は。もう、新年早々、日食月食でしょ。 ねだから、そして、えー、とアメリカの皆さんは、えー、20日ですから、2になるあの10、えー、と13に二、えー、を足すと15になります。で15はデビューなんですね。でこのエネルギーですね、来月の満月ももうちょっと私、あの配信できるかどうかわかんないんですけど、えー、一応準備だけはちょっとしてますが、えー、来月もこの,この数になるんですよ。えーっと だから2か月続けてこれが大きなテーマになってると思いますアメリカの皆さんはねあのー、まあこうやってあの時間が体によって変わってくるっていうことはまあ世界的にこのエネルギーと日本の場で皆さんの場合は今度はえ16になるのでタワーになるんですけどもいずれにしてもこの2つのエネルギーが象徴的なんですよねでこの15の方はこの15は15 1たす5で6になってラバーズになるんですけれどもあのこれ本当にあに紙一重なんですよね両方とも裸の男女がいてだからありのままでいい,い,いはずなんだけどこちらはデビューですからこの五芒星もひっくり返ってますし、えー、松明も下向いてますねで何か鎖で繋いでしまっているこれ象徴的ですなんか自分の中であの恐れの中でこうわざとですねこの鎖がすごくあの首 に緩くままってますから逃げようと思えば逃げられるのにわざわざ楽な方で自分のなんか本来の自分に行けないで生きずにこうデビルの形で生きていっている象徴でもありますねだからそういう自分の中の恐れとか闇の部分をしっかりと向き合うことで本来の自分はこちらなんですよこちらに行く解放していくということね海王星の導きに 合わせてい,くという何ですかね木星と海王星のスクエアで今回の、えー、月食はその木星に金星も重なってんですよねだからあの本当にこのテーマは大きいと思いますよ。で、えー、日本の皆さんはタワーですからやっぱりタワーもこうライトニングのエネルギーなんですけど、えー、これはあのこちら見ていただいたら分かりますけど あの今回ねこ,のショックがこここのがで起こりますね濃度軸はもうカニ座とヤギ座に移ってるんですけども、えー、月と太陽はまだ0度なのでここまあこの水瓶座獅子座の軸での軸はこれが最後になります。 で、あとはまた19年後に、この、えー、こういう感じで、サウスノード、ノースノードが同じ時に来ますね。えー、っと、まあ、ードがリバースして9年ぐらい経った時に、8.5年ぐらいした時に、またこの軸での諸区はありますけど、その時はは濃度が逆位置になりますけども、まあ、いずれにしても、あの、今までずっとこの天王星が、えー、この間の食の後からですね、えー、日食、部分日食の後から逆、 かかららにに戻りましたから今どの星も全部順庫になってるんですねでこれが今年は2ヶ月ぐらい続くんです。ね、だからあの、まあ、1月2月ずっと巡行してますからそういう意味でも本当に前に進める時なんですよ。で、えっと、この天王星というのはライトニングエネルギーですよね。それが農道軸とずっと絡んでましたけどもここに月と太陽が一緒にいますからこれはとても本当にパワフルな。 エネルギーですねやっぱり自分の真実に生きてるのなんか怖い怖いって言って前に進まない時は海王戦天王戦がボーンと何かあんなエクスペクトに期待予期してないようなことが起こってですねで、えー、無理やりそちらの方に変えさせて今の現状を変えるようなことが起こってくる可能性も十分あります、うん、あのだから、えー、それならばもっと自分の方から、えー、あの勇気を持ってですね 自分らししくく生きる方に行くのがいいかもしれません、ね、でこの、えー、新月水星も25度で濃、えー、度と非常に近いですからね水、えー、星も変わってきてるからまあまあまあいろんなあのマインドもいろんなこと言ってくるでしょうねで、えー、とさっき申し上げたんですけどだからこの天王星のエネルギーがこの私はこの16のですね、えー、タワー ととも言えるなと思いますよでここでもしっかりとですね、あのよし、じゃあか。もうそういういらないものをどんどん捨ててですね、自分の道を進もうって言ったときはですね、これも勝利のカードですよ、チャーリオットは。ね、前に進んでいけるときになってきます。だから、えー、やっぱりその統合がすごく大事なときだと思うんですけど、こ今回のこの、 回帰月食はですねさっきもちょっと口でささっと言いましたけど木星と金星がこの月食の翌日22日ですねにこうあのぴったりと重なってきますでも。この時ももう本当1度しか違わないんですけどもそして火星がおしつい座で13度でいてそして、えー、この、えー、月。 月がまあちょっと離れてますけど翌日になってくるとですね綺麗なグランドトラインなんですよ月が15度ぐらいになってくるとあのぴったりここが綺麗なグランド日のグランドトラインがありますからやっぱりものすごくこう前に進めていける大きな夢を見るときですよ。でなおかつ新満月ですから新月でまいた種がこう実る時でもあるんですけれども今回の新月の部分日食は ノース・サウスノードで起こってましたから、日食の時は、新月は何か新しい種を増すけれども、ノーサウスノードというのはやっぱり何かが終わっていくタイミングなんですね。だからここも始まるの終わり、終わって始まりという何か絡んでるよというのは、新月の時、この間の部分日食申し上げましたけど、今回の、今度は月食はこ、この月の方がですね、ノースノードなんですね。だから、 えー、満月なんだけれども何か新しいものをやっぱりこうしっかりと取り込んでいくということがとても大事なエネルギーなんです。で、ここに天王星がこう入ってきてますから、こう自分で嫌だ嫌だと言って前に進,まな進めないでいるとですね、天王星がそのスタグネーションね、その何て言うんですか、あのスタックしてる、えー、先に進まないで、えー、日本語が出てきませんね、何て言うんだら、えー、停滞してるっていうんですかね。 停滞してるエネルギーの時はボンとです、ね、こう変えなさいというふうなものが来ます。で、えー、火星がお羊つ座の火星ですかとても前向きで前にアクションを起こそうというエネルギーですからしっかりアクションを起こしていけるんですけれどもあ、ま、これ本当にあの金星木星というのはとてもあの気星ですよね。だから両方ともとても大きくエクスパンションしてくれます。でも、えー、気をつけなきゃいけないのはあの 足元をちゃんと見ないままガーンと進んでしまうとあのやっぱりうまくいかないんですよね。そういうエネルギーですよ。なぜかというとこの海王星が、えー、14度でこの木星と金星とスクエア取とってます。ですから、えー、これやっぱりあの海王星も木星もものすごくこういてざもねあのどんどん拡大するエネルギーですから。 大きな夢がどん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 広がっちゃうんですけれども足元をちゃんと見ないままそれをやっていると、えー、具現化する、えー、マスターのですねこのヤギ座のサウスノード太陽の方がですねここはやっぱりちゃんと責任を持って自分のパフォーマンスもちゃんとできてるそういった確固とした基盤がないままやるとですね、あのー、結局失敗します。で星はどどどどんどんどんん 土星の,の場合は固めようとその溶かしちゃうのもあるんですけども変な風に、あの、何て言うんですかね、えーあの、ウィッシュフル・ティンキングって英語で言うんですけどあ、こうだといいなって自分で思ってるだけで、えー、具体的な実力とかそういう基盤が伴えないまんまそういうこうだといいなばっかりが膨らんでしまうそして夢で終わってしまうとか で、こうだといいなと思うのにちっとも、あの、そして宇宙に任せてこうだといいって,てに上がってるのちっとも怒ってこないとかね。で、それはちょっと違うんですよね。そ,れそう怒ってこないときは、やっぱり、その、何かが違うから怒ってこないんですよ。で、あの、海洋性の低い波動は何度も言いますけど、もう、アダムとイブですね。エデンの東の。 何もかも全部神様にお任せ全部やってもらってるって確かにすごく信頼はしてるんですけれども無邪気に信頼してて自分のやらなきゃいけないことをやってないんですよね。でそうや,やらなきゃいけないことをやらないまんまこうだといいなぁだけであのポジティブ思考思考だけでこの自分の中の恐れとか怖いとかネガティブなものをただ見ないふりだけしてると物事は起こってこないんですね。 かといって、なんとか起こそう起こそうとし,しても、やはりそれが恐れとかそういったものを、とか自分と取り組まない課題をしないと真実は起こってきません。だから非常に難しいエネルギーでもあります。だから今、とってもやっぱりあの自分の恐れと向き合わざるを得ないような方が多いと思うんですよね。この間の日食も含めてね。えー、ホラクルカードの方で少し解説してますけれども、えっ、ー、と、 まあ、いろんな方がいらっしゃいますけれども、自分のこの闇の部分、恐れ、怖いんですよ、本当に。あの宇宙を信頼して前に行きなさいって言われても、でも、本当怖い。でも、その恐れを感じている自分をちゃんと受け止めながら、今できることをやることが大事だと思います。そして本当に自分の 持ってていいるる立ち位置、自分の持っているリソース、そういったものをもう一回再確認してですね今回の月は皆さんの場合は2ハウスですから自分の価値自分の持っているリソースそれをしっかりと見返ることが大事ですで8ハウスが、えー、サウスノードになってるんですけどこの大事なことはこのこれはコレクティブレベルで日本の皆さん、まあ、集合レベルではこうなってますけれども個人で この獅子座のゼロ度がどこにあるかそのハウスのテーマが大きく今刺激もらってますからそしてその反対側との統合がすごく大事ですけれども何度も言いますけどあの自分の新しいもの枠を越えてですね先に行こうとする時は今を生きることがとても大事です。あの自分の思ったように こうだとといいいなと思いな思がら一生懸命いろ,いろ,こうやろう何かこう待ってるけどちっとも物事が起こってこない。でやっと何かお話が来ても、えー、自分の思ったとりじゃなかったこれじゃこのまんまじゃ生活するのは大変だしというふうにです、ね、頭で考えてるとですね、えー、まだ起こってもない未来いくら考えてもま,またこれでどつぼにはまっちゃうんですね。何か起こってきたことたとえそれが、えー オラクえ務、ー、勤の仕事かと思ったらもしくは派遣であっても5日間の仕事かと思ったらたった2日ぐらいの出勤しかなかったって言ったら確かに収入は減るんですけどもでも、えー、そ,のそこに道がついたってことはそこを誠実に精一杯毎日を生きた時にまたそこから何か道が、えー、宇宙というのはねそこ,をそこを起点にまた流れが変わってきますから。 だからあの、どんな流れが来るかわからないけどな、必ず自分が自分のハートの声に従って生きると決めていったときは、宇宙が必ずサポートしてくれるんだっていうことをもう信じてですね、それに、えー、任せていく勇気を持つことすごく大事です。怖いですよ、でも。怖いけど、その恐れも否定しないで。でも、その時にウィシー・ウォッシーでね、 ああだといいなっていうんでボーンといきなりもう今の仕事がつらすぎるからとか面白くないからってやめてしまってもですねもし皆さんが本当にやりたいことと思ってることでまだ実力が伴らなければ かどっかがあのおかしくなっちゃったので。はいえー、とそれでは、えー、今何話し出したんですかそうウィッシュウォッシュですよね。だからあの、そこがすごく大事なポイントですねあの。しっかりこの新月は自分の今までのこだわり、それから恐れ、そういったものも向き合いながらですね、何を手放して、何を新しい種をまくのか。 これはこのスーパームーンのブランドムーンでしっかりとアファメーションしてみてください、ね。で、えー、決めたことは一生懸命やることによって前に進めていけるエネルギーです。伊手座が皆さんどこ何ハウスにあるでしょう、ここはすごく大きくあの広がっていくところですけども、やはりこのヤギ座がこれだけすごくあの強調されてますから、えー、もう冥王星もずっと来てますからね。で、サウスノードですから、 あの一般的なコレクティブレベルではやはりこのヤギ座が象徴しているようなところがすごくジュファースのテーマですよね、えー、リーダーシップとか、えー、いろんな社会の仕組みが今ガタガタガタってきてると思います何かここでかい天皇制もありますからボンとですね何か突発的なことが起こってくる可能性もあると思いますよただそれもシェイクアップしてですね本当に何のを手放すためのことなので 今世の中ちょっと本当不安定でいろいろ先が見えなくて不安かもしれませんけども大きく変わっていくためには必要なプロセスですから周りのいろいろなことに流されるよりは今は個人レベルで自分本当の自分に向き合うってことがすごく大事だと思いますオラクルカードでもそういうカードはたくさん出てますから、えー、その解説してますけれども是非、えー、この素晴らしいエネルギーですね うまく活用していただけたらと思います。そして来月は、えー、っとこのあと、来月は、えー、巡航のまんまですね、似たようなエネルギーがずっと続いてきます。ただ、あのこ,この金星がですね、これがずっとあの、えー、今これ、トライんですけど、そのうち土星と重なってですね、そして、えー、今土星と火,火星はですね、これをあのスコアなんですよね。だからここもですね、何か、 ヤギ座のテーマとおしさが先に行こうとするところでぶつかり合いがあったりとかする可能性ありますから、権威とかね。あと、皆さんがここは何ハウスかによるんですけれども、そこ、私の場合、ここが2ハウスで、ちょっとお見せしましょうか。ここ私ニハウスなんですよね。あの、で、まあて、あの天皇制、ごめんなさい、火星がここにいて、で、私の火星とこれ、あの、 はここの今13度ここにありますけど、私の火星は今、冥王星と重なってて、土星とこの火星がこう、私の火星とどあ、この火星と、あの、月も、あの、太陽も重なってますから、えー、ここはやっぱポジティブクク、あの、スクエアになってるんですよね。やっぱり私は太陽を加害して前に進みたいと思うんだけども、でもしっかりしなくちゃと今の宿題ですよね。まだもうちょっともう時間切れになっちゃうんじゃないかと、もう圧力はすごいんですけど、えー、この、 月食の直後ですね、私はメキシコの方に行きますので、だからそれまでにあともう1週間しかないんですけど、頑張ってやらなきゃっていうので、ねじり鉢巻きで、それを象徴しているエネルギーですよね。<laughs> はい、皆さんもそんなようなこともあると思いますよ。だから、大きく拡大もしていくんだけれども、私の場合なんかもね、大きく拡大もしていけそうなんだけど、しっかりしなきゃというので、いろいろあのあのなエネルギーが混ざってますから。 大切なことはやっぱり自分のペースをしっかりしながら、そう見ていくと、すごく大事です。で、もう一つ、あの、この、海王星、いて座、と同時に、この、双子座と、それから乙女座に、の15度前後ですよね、に星がある方も、これすごいインパクト受けますからね。で、乙女座に冥王星があって、えー、天皇星も乙女座の、 方がいるはずです、今回のめ乙女座世代はね。で確か16度ぐとか17度ぐらいで、えー、それが5になってますからその方たちはですね、やっぱり今すごくこ,うあのこの統合するいいチャンスもらってます。ちょっと苦しいかもしれませんけれども、あのまあ、自分がコントロールした乙女座の,あの得意な、ゴンゴンあの頑張っちゃうってやってもうまくいかないかもしれません。でも 宇宙を信頼して、自分の本当のハートの声に耳を傾けて、えー、意図して、意識して、サレンダーして、流れに身を任せながら、今、目の前のことを生きるという生き方私は本当、この3年間やってきて、本当に道がついてるんですけれども、あのー、タイミング、そういうふうに生きるタイミングをもらってますよ、そういう方も。だから、乙女座が強い方も、ですねそこをしっかりと見て、自分の中の、 あのやっぱり怖さ、不安、見えない、先が見通せないってことは、乙女座にとって一番つらいことなんですよ。乙女座は、w o r r 心配性です。心配する。で、符号座はあの、ウォーリーっていう言葉嫌いなのね。心配したくないの。<laughs> こうこを、いかに統合して中道を持っていくかっていうのは、すごい大切な時ですから。あの、まあ、今言ったお話をですね、参考にしてください。はい。 で、えっ、ー、と、あの、アメリカの場合ですと、こんな感じになりますね。あの、皆さんのところで出していただきたいんですけど、アメリカの皆さん、面白いですね。22度ですね。乙女座の。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、まあ、これは私の、先ほど申しましたけど、最後にね、お伝えしたいのは、えー、2001年の1月20日にですね、やはり獅子座の0度で、19年ごとに濃度が変わってくるんで、だいいえー、同じような位置でですね、 えー、日食月食月繰り返すすんですねだから2001年の1月20日の東京の、えー、日食図を出しておきましたからでこの時面白いですね水亀座にこれだけ集中してるんですね。海、え、王、ー、星もそれから天王星も水亀座にいたんですよこの頃うん。だからもうちょっと前の1997年ぐらいにこれ重なってるんですけど。あのー この頃のエネルギー思い出しますかね何がありましたか思い出してみてください。で、私はちょっと30円作ってみたんですけど、えー、私の、えー、出生図、そして2001年の頃、そしてこ今回、ね。2001年の頃は冥王星が私の,さあのノースノードに重なってましたから、あこの頃は本当苦しかったですよ。大きく変われってことでね。一番苦しかった頃ですね。で、この後ですかね。 あのその次の年の2001年に私は密教の修行を密教にケチンがついてですね修行を始めてるんですねあれからもう20年近くなってるんですねだからねあの本当にあの面白いですねこのうん今回も、えー、今回はここに2ハウスがすごく影響を受けてますけどこの時は3ハウスですねあまあ,あの皆さんはどうだったでしょうこれあの木星もここにいて面白いですねほんとね 今回は私もとてもね、あの、ここも、あの、もともとの私の天皇星とぴったりスコアですしね、えー、海王星も絡んでくるから、喉塾と、私にとっても本当にこの日食は、あの、皆既月食は大きな、あの転換、転換になると思いますね。だから、えー、いろんな私の中でもいろんなことが起こってますけど、自分を信じて前に進んでできる限りのことをするしかないなと思ってます。はい、最後に。 サフィアンシンボルは、えー、水亀座のゼロ度は一度になるんですがカリフォルニアの古いレンガ造りの電動書と。獅子座は活力のエネルギーが野心に駆られて動員されるに従って頭の男の頭に血が上るとこれノイケスの男という有名な、えー、サインですけれどもあのやっぱり獅子座は自分のハートで何もないところからああの何かをクリエーションするエネルギーですね。 太陽が象徴してますから、まる先生のこの間の無料ウェブなどに言ってますけども、私とまる先生2人とも太陽がししあのごハウスにありますから、太陽のハウスですよね。で、あのー、宇宙がたくさんのものをくれていると、ね雨、水も、火も、ね、風も、血も与えてくれている。それに 答えてですね、私たちも何もないところから何かを作ってですねお返しをする、ね、私たちもあのギブバックするんだとそれが大事なんですよだから本当に皆さんが宇宙と一緒にコークリエーションしていくんだっていうふうに決めていく時だと思いますそして反対側の水亀座は獅子座の個人が一人一人が自分の夢をハートで何かを作り上げながらそれを束ねていくところにコミュニティができてくるよ いう象徴なんですけどもこのカルフォルニアの古い電話作りの電動書というのは多分それ電動書を作った時の人はもう生きてないのかもしれません。でもみんなが力を合わせて作ったものというのがずっと世代が引き継がれていくというような象徴かもしれません。さあ皆さんは何を作り出してそれを次の世代に何を灯そうとしてるんでしょうか。えー、私はまあ60過ぎてですねあの今は本当にこの、えー、日本でなかなかまだ えー、いろんな情報がない分、えー、なかなか勉強できないこの進化先生学というすごいパワフルな先生学それも、まあ、周り先生の「コンサス・アストロージー」はそれをもっと突き詰めたすごい素晴らしいツールなのでこれを日本の皆さんに伝えたいなと。 いうのが今の私の大きな夢になってきています。それはもう何度も言ってますけど、そのために今はもう私も頑張ってますから、えー、そして皆さんがそれを受け取ってくださって、今の私があります。本当にありがとうございました。えー、4月に皆さんともう一回、あの、悪い先生のね、あの、このセミナーですね、お会いしたいと思ってます、えー。次先生が来てくださるのいつか分かりませんから、ぜひぜひ、 えー、参加してください、えー、1月中に、えー、お申し込みしていただいて入金が確認できた方はですね、えー、抽選で1名の方に私の一緒に一度のリーディングもプレゼントすることになっていますですからもし行こうと思った方はですねぜひこのチャンスに、えー、申し込みしてくださいねはい申し込みリンクも下に貼っておきますそれでは今日はこれで終わりにします 最後まで聞いてくださってどうもありがとう。Thank you so much and so much.、Love. 素敵な日食をお迎えくださいね。あ日食じゃない月食をお迎えくださいね。いつも間違えちゃうね、私ね。はい、さよなら。Thank you.